グラフレックスのカメラ製品一覧は、グラフレックスが製造販売してきたカメラの一覧である。シリーズ全体では1898年から1963年までの実に65年も製造された優れた大型木製一眼レフカメラ。日本では長らく、イギリスのアダムス・バイデックスあたりに影響されたという説が信じられてきたが、 高島静雄の調査によればこれは逆で、ハードボードを芯にして、川で覆い、肉眼名視距離で、グラウンドグラスを見られるように折りたたみ式のピントフードを備え、ラックピニオンによるピント調節など1901年の最初のグラフレックスが先鞭をつけ、イギリスの一眼レフカメラはすべてこれに習ったものであり、1906年発売のアダムス・バイデックスが備える、 後ろヒンジの上げ蓋と高いピントフード、反射を防ぐためわずかに前傾した、グラウンドグラス、ダックピニオンの前板繰り出しなどはまさに、グラフレックスのコピー以外の何物でもない。1902年発売のシューレフレクター、ニューマンガーディアのレフレックスセルフフォーカシングカメラ、1904年発売マリオンの、ソホレフレックスなど例外なく、グラフレックスの影響を受けている。ボディは、 マサメのマホガニー製で、隅は組木細工になっており、木目を直角にした二重構造で強化されており、その高い強度から撮影業に疲れたら椅子代わりになるとさえ言われた。外装は上質のモロッコ革張り、蛇ジャバラはフレンチカーフ、金属部品は酸化ガンメタルでブルーグレーに仕上げた新中製である。ミラーは 利面鏡で暗い中で明るい箇所を結造させると線が二重になり見にくいことがあるがミラー表面を擦っても銀が落ちないので耐久性が高い。後部はグラフレックスバックでグラフィックバック、グラフロックバックとは互換性がない。後部はグラフィックバックでグラフレックスバック、グラフロックバックとは互換性がない。トップハンドルレンズボードが小さい。 プレアニバーサリーレンズボードが大型化された。アニバーサリーペースメーカークラウングラフィックペースメーカー。フォーカルプレーンシャッターの機構が移進され、従来のスリット幅とテンションの組み合わせで、シャッター速度を24速に設定する方式から、シンプルな6速に変更された。ペースメーカーと、続称する。この後事実上の国際規格となった、グラフロックバッグを採用し、グラフレックスバッグ。 グラフィックバックとは互換性がない。レンズボードが金属製になった。カラーと製でボディ側面に装備されていた距離計が1950年後半頃4のインハンモデルのみボディ上部に移動、自社製距離計となり、カム効果により複数レンズに連動するようになり、電池と豆電球を内蔵し、レンジファインダーから被写体側に照射することで暗闇でのピント合わせが、 できるようになり、これをトップメーターと俗称する。スーパーグラフィック全金属製。フォーカルプレーンシャッターはない。後部はグラフロックバックでグラフレックスバック、グラフィックバックとは互換性がない。ボディは金属製である。6、7センチメートル半の先駆的カメラ。ロールフィルム時代になってからハッセルブラッド発売まで一時数少なくなった。 次期の一眼レフカメラの一つ。レンズは 75mm が装着されており、交換はバイオネット式。シャッターは1、30から1、500秒 B で、グラフレックスとしては珍しいセルフキャッピングの可変スリット式。女性向けに小型化したモデルというが、操作方法が込み入っており使いやすいとは言い難い。ミニチュアスピードグラフィックアニバーサリーペースメーカー。 フォーカルプレーンシャッターの機構が一進され、従来のスリット幅とテンションの組み合わせで、シャッター速度を24速に設定する方式から、シンプルな6速に変更された。ペースメーカーと、続称する。この後事実上の国際規格となった、グラフロックバックを採用した。レンズボードが金属製になった。スピードグラフィック23から69センチメートル版。 1958年まで生産された。グラフロックバッグ交換により 66cm 版、67cm 版、69cm 版にもなり、ポラロイドバッグも用意された。最終的には、権利がカンボに売却されカンボ XL となった。レンズは専用バイオネットマウント。カール・ツァイス、シュナイダー・クロイツナッハ、ローデン・シュトック製が用意された。 66cm 半のフォーカルプレーン式一眼、レフカメラ。リタ六66にグラフレックスブランドを冠した OEM 製品。ありがとうございます。